葛飾北斎の門人。北斎門人の中では、ひずめ斎北馬と共に双壁とされる。西岩、久保、名は初五郎。後に金江門と改めた。意味名は辰、達行。くぬぎ川人青い丘、青い縁、五北慶などと合す。四谷サメが橋で。 母里藩主、松平島守屋御用達の魚屋を営んで、いたので、魚屋と称している。はじめは、かの養成委員に学び、後に、北斎門人となった。その後が行一筋の生活に入り、赤坂切畑へ転居して、青岡と合した。ただし、江戸方学文は、赤坂の部、北京の甲で俗称について、長井町魚屋初太郎とする。 完成12年頃の強化本の差し絵が初作で以降50年に及ぶ長い作画期の大半は強化本、強化すりものの制作であった。これらは教科を趣味とする人たちの集まりが自作を発表するという自費出版であり、市販のものとは異なり印刷に金をかけ、巧妙な掘り、すりを施した贅沢な作りのものが多かった。錦絵は少ないが、 肉筆画、色紙半すりもの、教会本の挿絵などに、数多く修作を残している。特に代表作として横長藩の揃い物、諸国名所シリーズや、北里十二時ホッケー漫画などは著名である。滝沢馬金作の、金世設備少年録の挿絵なども知られている。また、杉並区堀の内にある妙法寺には、ホッケーの描いたエマ、大絵馬。 お題目図があり、これは、南無妙法連華教の題目を子供も含めて15人の人々が礼拝している図で、死の北斎の画法とよく似た特色を持つ大作かつ傑作である。このお題目図は、イタチ4枚に金、5分を塗り、金霊を引いたもので、文政4年見年5月吉単元首神田流暇橋、餅屋安兵衛と記されている。 海エ元年頃まで作画をしていた。去年七十一、墓所は、杉並区和田の立法寺である。青井園老人北京君の墓とある。時世の区は、暑くなく寒くなくまた上もせず霊気こと知らぬ身こそ、安けれ。門人には、学亭春信のほか、岸本慶節、慶里、慶友、青井岡慶月、岡田慶松、青井岡慶住家。 ケ林がいる。いずれも、文世期に活躍、ケ座とは、くぬぎ川はじめとも合詞、ケ林は、鶴屋と言ったという。ケーの作品には、西ケ梅花があり、ケ月、ズ末には、すりものの作品があるという。野崎佐分、造歩私の見た、明治文壇に一平凡者、2007年、148、P。 40034765玉川布のサラシズ、東京国立博物館画像検索、コルチザン、サプライズドバイハーサンハズドロップドペーパーナプキンズ、ハーサントレーシングシラブルノー、インミストーブメタルミラーチェリー、ブロッサムズインボールビサイドヒムイタエ、着色ローキズイのズスギナミク指定文化財、有形民族文化財、ウルマンフロムオハラ。 キャリングバンドルオブファイアウッドデコレーテッドウィズワイルドフラワーズオンヘッドアンドモアオンオックスハットパロディオブラショモンミュージアムオブファインアーツボストンハットマザーウィズハーチルドレンウォッチングザゲーセデセンドミュージアムオブファインアーツボストンありがとうございます